アルコピースは、大田プロダクションに所属する日本のお笑いコンビ。2006年4月結成。略称は、アルピーで、2010年6月までは、s m a ーとプロジェクトに所属していた。マイナス、ボケネタ作り担当。福島県いわき市出身。A 型。身長182センチメートル、体重94キログラム。福島県立名古祖工業高等学校出身。 特技はラグビーで高校時代に東北選抜に選出されている。1997年にドントクライというコンビでデビューするもどなくして解散。2004年4月から2006年までは高山和孝とのコンビセクシーチョコレートで活動し、解散後2ヶ月間だけセクシー平子としてピン活動を行った。格闘技の道場に通っていたがアドレナリンが出ず、 予想外の痛みに腹が立って逃げ出したことがある。2007年に結婚。2011年に息子。2013年に娘が誕生。愛妻家として知られ、バラエティやラジオでも嫁のエピソードを話すことがしばしばある。2020年には初の著書、今日も嫁をくどこうかを発売。有吉弘之につけられたあだ名は、つまらない人間、巨大ふがし 経済的に苦しかったことから、ザ・漫才2012で良い結果が残せなければ、芸人を引退するつもりだったという。2018年10月、家族と過ごす時間を優先したいという理由から、自身のツイッターアカウントを停止、インスタグラムのアカウントを削除した。また2016年に開設したブログも、同年6月から更新を停止していたが、2019年2月に、ファンから、 ブログを更新してほしいと涙ながらに訴えられたことをきっかけに更新を再開した。また、ツイッターも同年7月に再開した。マイナスツッコミ担当。神奈川県川崎市出身。B 型。身長170センチメートル。体重68キログラム。以前は、ホトトギスという鳥を解散後は、シ織を境としてピンで活動していた。 ピン芸人時代、事務所ライブのホップ、ステップ、ジャンプを、それぞれ1位通過した。特技はサッカーで、中学生時代には、川崎市選抜のチームのメンバーに選ばれたことがある。志村健の大丈夫だに影響を受けている。大田プロダクションに移籍したきっかけは堺が、所属している、土田照之主催のフットサル。移籍先を選ぶ際、 人見知りの境が仲良くできるところだったら間違いない、と平子が決めた。ドラゴンアッシュ、R 指定、キングギドラなど、ロック、ヒップホップを好んでおり、フリースタイルダンジョンの観覧にも参加している。その後も、爆笑キャラパレードの MC バトル大会で優勝する、自身のレギュラー番組、君だけ TV では、MCKT のフリースタイル相談室という、レギュラーコーナーを持つなど、 ラッパーとしての活動が目立ってきており、2017年2月には MC バトル大会、選曲幕バトルに母方のせいである菊田健太名義で出場した。乃木坂46のファンであり、推しメンバーは樋口香奈。自身がアシスタントとして出演している有吉弘之のサンデーナイトドリーマーにて、事務所の先輩である有吉弘之のすすめにより、関太氏と共に組んだ。 YouTuber ユニット、YouTube 集団男トスのメンバーとして、YouTuber デビューした。レギュラー番組レギュラー番組過去のレギュラー番組、その他の出演番組過去のレギュラー番組その他の出演番組、トークライブひらこが、福島県いわき市出身ということもあり、復興イベントに関わっている。ありがとうございます。